今日は松平元康の教育にあたった大元宗付節災と慶応院とはどういう人かということを話したいと思います。今回の「どうする家康」という大河ドラマは竹千代の少年時代をカットしていきなり桶狭間の戦いから始めました。これに対して1180年代に大河ドラマで徳川家康をやった時の原作 山岡総八の徳川家康を元にして、横山光輝がコミックにした徳川家康という漫画があります。山岡総八の小説、徳川家康、私、中学校時代に読んだんですが、今、手元にないので、手元にあるのはその横山光輝のコミック、徳川家康なんで、まあ、一度こちらの方で話をしますが、このコミックは21巻まであるんですけど、 桶狭間の戦いは第7巻に出てきます。つまり、第1巻から第6巻まで、全体の3分の1は、竹千代が生まれてから、桶狭間の戦いに出陣するまで、竹千代の少年時代を描いています。竹千代ははじめ、織田方の方に人質となっていきますが、やがて織田信広と竹千代の 人質交換によって駿府に送られてきます。今川義元は竹千代を今川一門の有力な武将として育てるために大元創夫節災に教育を任せました。大元創夫節災というのは禅宗のお坊さんで今川義元の子供の時からの家庭教師で義元が家督を継承してからは今川家の軍師を務めていました。 今川家のナンバー2です。大元創父節斎とともに、松平元康の教育に当たったのは、元康の母の母、つまりおばあさんに当たる人、慶応院と言います。竹千代が駿府にやってきたのは、今でいうと小学校の1年生ぐらいです。桶狭間の合戦に出陣するのが、今でいう高校3年生の時ですから、竹千代は今でいう。 小学校、中学校、高校の時代を寸府で送ったことになります。その竹千代の教育に当たったのが体元送付接載と慶応院でした。慶応院が毎日読み書きなどを教え、刑法とか監視とか、そういったことは体元送付接載が教えました。竹千代はこうした二人の英才教育を受けたわけですから、責任感がないとか、 戦いにあたって逃げ出そうとか、どうするんですかって言われて頭をかけてしまうとか、そういうふうには教育されてないです。どうするんですかって尋ねられたとき、リーダーたる者、俺に任せろと。たとえどうしていいか分かっていないとしても、俺に任せろというのがリーダーなんです。部下にね、どうするんですかって言われてね、いや、どうしていいか分からないん <laughs> って言っちゃうとね、指導者としてはダメなんです。まず俺に任せろと言います。 その後で考えるんです。リーダーってそういうもんなんですね。どうすればいいんですか俺にいい案がある。と言いながら一生懸命考えるんですね。うん。そういうふうにリーダーというのは育てられています。だってね、織田信長とかね、今川義元がね、部下たちからね、どうするんですかって言われてね、俺どうしていいかわからない逃げようかな。なんてことね、言うはずがないでしょそういうね、信長やね、義元と、 対抗していかなあかんわけですから、戦国武将としては。竹千代、元康だって、ね、そういうリーダーとしての教育は受けています。さて、この慶応院とお題、元康のお母さんとおばあさんですか。どういう人物だったのかについて、コミック、徳川家康では、母親も祖母もとてもいい人で、 竹千代に対して人間は素直に徳を持って生きていかないと駄目ですよということを教えたというふうに山岡宗八は書いていますところがところが昨日ね徳川家康の本でも読むもかもってね図書館行ったらたまたまねこんな本があったんでね、まあ、これしかなかったからそれ借りてきました安倍龍太郎の家康ですこちらの方では 慶応院とお題の人物像は山岡宗八が描いた慶応院お題の人物像とは全然違います。ネタ話になっちゃいますのであんまり詳しいことはね言わないんですが、まあ、ネタ話にならない程度にしゃべりますね。あれ今川義元も1560年に亡くなってますね。 1560年は桶狭間の戦いがあった年です。実は、慶応院は今川義元が終わりに向けて進撃を始める寸前に亡くなっています。慶応院が亡くなった日は記録として残っていますので、これを変えることはできません。しかし、慶応院がどのような状況でその日に亡くなったのか、これは 多分、資料はないんでしょうね。したがって、小説家とか漫画家は自由に想像を膨らますことができます。歴史家はね、わからないことはわからないとしか言えないんですが、作家は自由に、慶応院の亡くなり方について想像力を巡らすことができます。安倍龍太郎先生の家康では、慶応院は松平元康にこういうザレ歌を残して、 亡くなっています。世の中は狐と狸の化かし合いやで、孫のあんたもな、化かされんようにしよ、と言っておばあちゃんは亡くなったんです。当時、松平元康は今川義元に命令されて、水野信元を織田方から今川方に変更させるように、調略をせよというミッションを与えられていました。で、元康は困って、お母さんルートとか、 おばあさんルートを使って、なんとか水野信元を今川方に変えさせようという調略をしていたんです。そういう状況の中で、慶応院は亡くなります。元康は今川家と水野家の交渉の中で、おばあちゃんは悩んで亡くなったんかなと思っていたんですが、この小説の終わりの方で、慶応院が言った世の中は狐とタヌキの化かし合い、 という言葉の意味が分かるようになっています。で、元康は、ああ、そうやったんか、世の中は狐とタヌキのばかし合いや、ということに気がつくわけですね。続いて、お母さんのおらさんですが、松平元康が大鷹城を攻め落として、やったねと言っているときに、今川義元が桶狭間で討ち死にしてしまいます。で水ののとから おじとおいということで、お前に吉本が討ち取られたことを知らせると。水の家が案内するから大高城を脱出しなさいという知らせが入ります。その後、松平元康は母親のお台に会います。山岡宗八の徳川家康では、松平元康とお台は久しぶりの再会を喜び合うということになっているんですが、 安倍隆太郎先生の家康。こちらはちょっと状況が違います。田台と元康は再会するんですが、田台はこう言います。元康、まだ今川方におるんかもう戦い終わって、織田勝ったし、これからはな、織田の時代やで。さっさとな、今川と縁起ってな、こっち行きと。もうこれからはな、織田の時代なんや。あんたはそんなこともわからへんのんかと。元康が、 母親何言うとんやん腹立てているとね、空にお題がね、追い打ちをかけるんですね。あんたひょっとして、嫁のセナが駿府におるから、今川方から織田方に変わることについて、迷ってるんちゃうやろなと。セナなんか今川の娘やんか、もうどうでもええやんって。さっさと別れて小田、水の方に来なさいと。と、お題は言い放つんですね。 読んでて美しいのは山岡宗八が描いた慶応院とお題ですが、読んでて面白いのは安倍隆太郎が描いた慶応院とお題です。どうする家康に慶応院やお題出てくるのかな出てきたとしてどういう描かれ方をするのかなというのを楽しみですが、いずれにせよ松平元康は大元宗府節祭とか慶応院とか、 お題とか、信長とか、義元とか、そういうしたたかな連中に鍛えられて18歳になっているんだから、どうするいやす、うん、い <laughs> なことはないという話をしたかっただけです。